佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日は、ね、受け成分を根こそぎ取ってしまう奇跡の顔面毒出しについてお伝えしたいと思います。これもう 何十万回再生されてるかわからないぐらい、はい、すごい伝説の動画。今までねだいぶ端折ってやっていますので、これをやっていきたいと思います。やっぱり、ね、アフターのイメージを描きながら、誰でもいいので、石原さとみであろうがカンナちゃんだろうが、誰かのイメージをしながらやっていくと面白いように寄ってくるんですよ。自分の顔が。これね本当に起こるので、イメージによって細胞は変わるので、やっぱり自分の好きなタイプのね、無理のない程度で本当に石原さとみって言ってやり始めると、唇もぷっくりしてくるし、まあ、顔は寄ってきます。可愛くなったっていうのもあると思うんですけども、そんなに可愛くならなくても顔寄ってきますから。漫才で言うとよしこっているじゃないですか、小雪さん、これそう、小雪あんな感じに、ね、なってきますので、小雪を見るとよしこにしか見えないって感じになってきますけども、本当に寄ってきますので、皆さんもやってみてください。注意点ですね、耳たぶ回しがここに指を入れて、それからここですね、端っこ、これが注意点ですね。それから腕回しの時に肘がみんな後ろの方に行ってしまうので、前の方です、こういう感じで。この時に必ず皆さん手が内に入っちゃうので、だらんと脱力した状態でちょっと上向けるような状態ですね。こんな感じですね。もうなんか担いでるような状態です。で、母子球が上向く感じがね、これも脱力して、みんなこう前ににゃーになりやすいです。みんなにゃーになるので、にゃーにならないでこっち向けると、みんな手がこっち向くんですけども、これを力を入れないでストンとこういう風にしていただくと、でこうじゃなくってこうですね。これ難しいんですよ、割とね。でこんな感じでくるくるって感じですね。それから撫でるところがあるんですけども、これは手と手は向かい合わせ、向かい合わせですね。こういう感じで手と手は向かい、みんなこうなるんです。手が縦になっちゃうんですけど、手と手は向かい合わせで、本当に多くてもこれぐらいですね。もうみんな90度以下になって、こうどちらかというと平行になってしまうんです。向かい合わせでシャッ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 ってやって、この時に肘は上げないってことと、3ラインと4ラインがみんな下から上になりがち、上から下です。上から下ろすですね。みんな上に引っ張り上げようとするので、筋肉上に引っ張り上げるのは筋肉を収縮する方向なんですけども、この皮をここ張りたいので、下向きで、エラをちゃんと捉える、で首サッ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 って感じで、これが大体の、まあ、これだけやっただけでもちょっと上がりますけども、耳たぶ回しからしっかりやっていただくとどんどん上がっていきますので、観察しておいてください。今ちょっとやっただけでもだいぶ違いますけども、実際にやっていきたいと思います。耳たぶ回しから1234ですね、ほっぺを1234、耳たぶを1234、下顎前に1234、大きくあーですね。もう一回耳たぶを1234、ほっぺを1234、耳たぶを1234、顎前後に1234、横に1234、大きくあー、もう一回ですね、横から見せてますね。1234、ほっぺを1234、耳たぶを1234、下顎前に1234、大きくあーっとやったら、ストンとして1234って言って、1234567823456783234567842345678、これで1回ですね。で耳たぶを1234、ほっぺを1234、耳たぶを1234、下顎前に1234、横に1234、大きくあーってやったら、今度はこれ1回で1234567823456783246784234567842345678です。もう1回ですからね、耳たぶを1234、ほっぺを1234、耳たぶを
1234、下ごまに1234、1234、オッケー、あ、肘前にして、でこう持ってきて1234って言ってから手回しで1234567823456782345678423456784234567。よろしいですか。それから内側の手からですね。で1234、こめかみからエラ、頬からエラ、1234、口角からエラ、1234、顎を1234、首が1234567、まあ、これ3回ですね。1234123412341234567ですね。これでだいぶ上がってきます。めちゃくちゃ上がってますね。はい、すごいで1、もう一回です。2341234123412341234567ですね。今度逆ですよ。1234123412341234123412345678ですね。よろしいですか。1234123412341234567ですね。もう一回ですね、ごめんなさい。1234123412341234123415678。これでね、目もパッチリ開きます。口角もね、だいぶ揃ってきまして、パーンと張った感じになる。こっからスーパーリフトアップ、さらに上がります。で、これをグッと上に上げる。指で止めて、上にスーッと下持ってきて、止め、下から上に止めて1234、頬骨からスーッと持ってきて、下から上に止めて1234、で口角からシューッと持ってきて止めて1234、エラーからシューッと持ってきて止めて1234123456678で、下から上にグッと止めます。こんな感じですね。すごい、こんな感じ。これも感触とかも変わる、全然変わってきます。もう本当にブヨンブヨンってして、こっちパーンってあって、上の方を見て深呼吸、やると張ったまんまになります。またギュッと、またさっきだいぶ上がったのにさらにギュッと上がりますので、はい、今度はこっちで、こっちをグッと上げてシューッときて止めて1234、シューッときて止めて1234、ピューッときて止めて1234、ピューッときて止めて1234で、ピッ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 、下から上に止める。で、深呼吸ですね。やると上がりましたって感じで、ね、どんどん上がってきますから、これで目も明るくなります。視界も広くなるし、肩もすごい楽になりますから、これが基本のリンパケアですね。フルコース、全身のリンパもこれで、これそうですよ。鎖骨がぐるぐるやって流れますし、上半身流れますと下半身も流れが良くなって足まで軽くなるんですよ。足のリンパケアとかも結構やっていただくと、上半身やっただけで足までさーっと流れるのを感じることができるようになります。皮膚の中をリンパ管がザーッと流れる感じが分かるようになりますから、これ皆さんコツが分かってないので、結構強く、もう皮膚は動かないんです。で、このスーパーリフトアップの時もずっと持ってきて、これ全然動かないんです。で、ここだけキュッとして止めるって感じですね、スーパーリフトアップの時。で、これもただ撫でてるだけで、ここまで来ると顔から出たところはちょっとキュッと引っ張る感じはあるんですけども、スーッと持ってきてピッてピッ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 って下から上に止める。止めてる力もめちゃくちゃ皆さんが思ってるより弱くてですね、とにかく弱くすると、こっちが上がって
またこっちやってシーソーみたいにやっていけばいいので本当に基本に戻って、でうまく上がらない人は耳たん回しからしっかり、脱力できてないと力入ったままこうやってやってる人がいっぱい多いので、肩上がっちゃってる人もいますし、脱力するためにやってるので、脱力しずに力入れて頑張ってやると効果がなくなってしまいます。これは胸心の神経、副交感神経なので、これを活性化する、とにかくリラックスしながら、まあただ手を柔らかくするとこういうふうに、ね、手首って背屈するんですよ。柔らかい動きってこう女性の動きってこういうふうに背屈するんで、こっちが小屈で背屈っていうんですけども、背屈するようにできているので、で前回しはないんですね、これ力入る方法、もう本当にふわーふわーってこうふわー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 とか、万歳万歳とか、わーいわーいって感じでやっていただくとすごく上がりやすくなりますので、最後のスーパーリフトアップだけやるよりもちゃんと耳たん回しからしっかりやって、他のケアも全部この基本の後にやるとより効果が出やすくなりますから、皆さんもぜひやってみてください。今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画ね、良かったなと思ったら高評価ボタン、ご意見や感想ありましたらコメント欄の方によろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いします。